はようございます。今日は2代目江戸さんの店主の岡江さんご夫婦と一緒に5代目江戸さんに来ております。だいぶ愛情てんこ盛りだじゃあこれは最高だ、ね、早速いただいちゃっていいですか。はい、はい、いただきます。 お野菜か。はい、いいよ。うん、うまっ。餃子から餃子ね、こんな感じ。います。ちょっとそのまんま。うん、うまっ。ご飯の量がすごい。そしてちょっとタンメンを。その辺で見かける。唐揚げ定食、ちょっと唐揚げも、すごい唐揚げ、うん、いや、今日なんだかんだ6ぐらいはある感じですかね。あれじゃなかった。とりあえずこれネギつなぎもこれ。よいし
しなかったらこめかみの手とかね。あ、ええー。あ、何も。もちろんもちろん使って使って。うん。あ、もちろんもちろん。ありがとう。え、ちょっと僕も一つこめかみいただいていいですか。もちろん。うん。うまい。よかった。もつ煮ラーメンじゃなかったですね。もう麺が入ってもおかしくない。さあ、行くぞ。そしたら最後にもつ煮丼にしちゃって。またこっちのもつ煮もちょっとお母さんとも違って、また味付け違いますね。味付けはまたちょっと違いますね。ほんのり辛味噌みたいな感じで。どうですか、愛情の件の方が最高っすよ。最高ですか。最高っすよ。めっちゃ良かったです。だって、はい、ちょっと食べる量じゃないもんだって。あ、まあ、そうですね。はい。で、さっきお二人も唐揚げ食べていいよとか豆腐食べるってやつ最高ですね。もう夜は動けないですね。動けないですよね。それ言ったらあなたも飲めなくなるよ。もうしばらくですね。あるね、声なんだ。あるね。私同級生だ。食べる前にさ、動けないな今日。本当に動けない。Ah.
べました。食べました。ごちそうさまです。